自分で事務所立ち上げて企業案件とかもらってやるとか考えてないな。なんかもうめんどくさくない？なんか。めんどくさくね？もう楽しいやつだけでよくねえか。はい、皆さん、今日はこの新しい新商品のハンバーガー、チーズバーガーを紹介したいと思います。なんかこちらですね、ケンタッキーから出た新しいハンバーガーみたいなんですけど、ケンタッキーといえばやっぱチキンじゃないですか。そのケンタッキーが出してるハンバーガーということで、私前々からすごく気になっていたんですよ。ということで、別に企業さんから委託されたわけではないんですけど、ちょっとですね、どうしても食べてみたいと。やっぱりね、私31歳になりまして、いろんなもの食べてきましたよ。いろんな美味しいものを食べてきた私の舌、超えてる舌で私がレビューをしてさせていただきたいと思います。では早速一口いただきたいと思います。すごい。なんかね、これ冷凍し、普通一般的な考えとしては冷凍食品を使っているという考えが、あると思うんですよ。僕ももしかしたらこれ冷凍食品使ってるかもしれないんですけど、全然違和感がない。生の肉を食べているっていうふうに、生のお肉ですよって出されても全然違和感がなくて、なんかこれ、なんていうのかな、テイクアウトジャンクフードのカテゴリー超えてますよ。さあ、そんな、このね、こちらのケンタッキーフライドチキンから出ましたハンバーガー、なんとお値段 !650 円で、しかもこの純チャンネルを見たという方、先着100名限定で、コーラのチケットワンドリンクサービス！皆さん、買いですよ。てててん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 てれんてれんて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 れんてれんて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 れんてれんて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 
見たいか。でも、一回やってみてもいいかなと思ってるけど。なんか反応みたい。あの、お化け屋敷入る前の感覚みたいな感じで、俺がそれ、ちょっとやってみようかな。なんかさ、なんかのレビュー動画出してみようかな。一回やってみてもよくない？逆に。しかも超王道の、セブンイレブンのお菓子みたいな。僕ですね、ちっちゃい頃からチョコレート、本当に大好きで、ちょっと正金を意識して。なんと、あの、正規、あれすよ、サムネは正規にするわ。別に俺みたいなさ、筋持ってねえやつはさ、正規の顔勝手に使っても絶対事務所からなんかああだこと言われねえから、最悪ムラッシュとね、裁判すりゃいいから、正規の顔写真使って、なんか、お菓子のレビュー。やろ。そうしよう。レビュー。ジェットカット必要以上に使って。そうしよう。ウームに正式に許可取って正規に使え。俺多分5、600万くらいかかるぞ、多分。お前、俺がそんなさ、なくったらない動画上げるためにさ、なんで正規に5、600万、あいつ多分ギャラ500万くらいかかるからな。俺の感覚だと。顔使ったら、うむ、マジで、じゃ、なんで顔使っちゃ、出すんじゃねえや、てめえ、気持ち悪い顔、こっちだって見たく、てめえのブスな顔、見てやってんだぞ、こっちは、毎日毎日、てめえの気持ち悪い顔、俺が金もらいてえよ、なんでてめえの顔使うのに500万も600万も払わなきゃいけねえんで、バカがや。意味わかんねくれえか。なんで俺の被害者なのにさ、金払わなきゃいけないの。俺、訴えるよ、マジで、はっきり言うと、正規の顔使って、俺が、ガチャガチャ言われたら、なんで俺被害者なのに、31人もらって正規の動画毎日見てるのに、嫌悪感を抱きながら、ヤクザじゃん、そんなの。柴田ですら正規の顔についてオブラートに包んだ表現してね。ちょっとちなみになんて言ってんの？俺もそれに乗っかるね。ちなみになんつってんの？ちなみになんつって教えてくんない？柴田が正規の顔なんつって教えて。ちょっと気になるわ。おい、変わんねえだろ、宇宙人ってよ。変わんねえじゃねえかよ、宇宙人って。悪口じゃねえかよ。グレイつってんの。変わんねえじゃねえかよ、別に。なんで俺だけ責めらんなきゃいけねえんだよ。超似てるグレイっぽい。ただでもね、歌ってる時の声筋めっちゃかっこいいんだよ。昔障害者って言ってた。やっぱ柴田も売れてきてちょっとそういう意識が高くなってきたんだろうな。じゃあ俺もチャンネル登録者数で万が一10万人超えたら言うね。10万人までは好き勝手やらしてよ。
それはそうでしょ。そこまでは好き勝手やらしてくれよ、バレねえように。それ良くない？10万人まではもうほんとルール無用でいいじゃん。昔はだってみんなそうやって好き勝手やってたんでしょ、10万人ぐらいまでは。絶対好き勝手やらせてほしい、そこまでは。グラサンかけて自分でごまかす。ああ。え、まあ、かっこよくなるよね、サングラス。サングラスすると。もう好き勝手やっていこうぜ。いいじゃん、別に。もう俺たちなんて今更なんか戻れねえや。戻る気さらさらねえけど。